はいさい、はい、やってまいりました。今日は、スーパーに売ってあった、お菓子を商品レビューしたいと思います。はい、じゃあ今日、紹介する商品はこちら、じゃがじゃん、不思議発見のびのびスライム。はい、じゃあ、こちらをですね、味が、ソーダ味 と、マスカット味、2種類になっています。100回以上混ぜると伸びるスライムができるよということなので、2人で、どっちが、伸び伸びするか競争していきたいと思います。じゃあ行ってみよう。じゃあ用意するものが、水だけです。あとはこの中に入ってますので開けてみたいと思います。はい、開けました。はい、入っていたものが、青スライムの素と緑スライムの素が1つずつと、あと実験ジュースの素が1つ、何これ、シュワシュワトッピングが1つと、あとフォークが1つと、それからこの受け皿が入ってました。今日フォークがこれ1つしかないので2人分違うフォークを用意しました。では、最初がこの、こっちのトレー、こっちのトレーの線のところまで水を入れていきます。よし、これでいいんだろ。うん、水を入れていきます。ほっ、そしたら、これに、実験ジュースの素を入れます。それを入れます。それを入れてフォークで50回混ぜます。じゃあこれ混ぜるやつに使おう。じゃあ今入れてます。はい、じゃあ50回混ぜます。混ぜようか。これぐらい混ざった。これこんな色になります。そしたら次が、作ったジュースをトレーの内側の線まで入れます。あれ、これ外れ飲んじゃう。外れね。ここでこうやってやるしかないね。はい、じゃあ、次こっちのトレーに、この下の線ね、下にこの辺りに線があるのでそこまで入れていきます。粉も、はい、入れました。そしたら次、ここで次これだ。これどっち取る、青と緑どっちがいいですか。緑。はい、これを入れ、全部入れる。もらいましたので2つに分かれました。はい、じゃあ、こっちにこのスライムの何これ元を入れます。全部入れます。でここからよ、勝負。うん、絶対勝つ。で、100回以上混ぜると伸びてくるというのでタイム作ろうか。ある。何分ぐらい？何分ぐらい？100回って。こんなにあっても面白くないだろう。1分ぐらい？1分で行ってみようか。1分で。はい。じゃあ今から1分測って、混ぜてみます。いくよ。うん。はい。はい。スタート。めっちゃこぼれる。もうこぼれです。もう何回かわからんもん。さあ、どっちが伸び伸びするか勝負です。一本でも結構長いね、これ。長い、もう20秒しか経ってない。30秒経過です。30秒経過です。
半分まだこれ。やべえ。おっきい。でもなんかめっちゃいい匂いがする。ソーダの匂い。甘い。こっち何だったっけ？見ろ。15秒。あと15秒。15秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート、あ、ストップ。はい、じゃあ今、2人の混ぜたものがこういう状態になりました。よし、じゃあここからの伸び伸ばす伸ばしていきましょう。伸び伸びスライム、どうする？こんな感じ、はい、このぐらい。じゃあ、いきます。せーの。ゆー。細け。あ、消えた。なんかこれ、ようわからんね。もうちょっと手前にしようか。よし。じゃあ、いきます。もう一回取って。せーの。ゆー。あ、ここで切れた。あー、すげー。画面からず消えた。このぐらいの、今このぐらいだったやろ、うん、負けました。もうちょっと混ぜる。でも結構これ粘っこくなるね。これどのぐらい混ぜたかわからんけど、あ、すごい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 、あ、すごいね。これ両方とも こんなにビヨーンって伸びます。ビヨーン。じゃあちょっと食べてみる。そしてこのシュワシュワトッピングもあとしてみる、うん、先にじゃあ食べてみよう。これどんなんか食べてみます。甘い甘い甘いね、これ。あ、すごい、ここに来る甘さ。確かに ここが痛くなる甘さ。すごい。じゃあトッピングしてみよう、せっかくだけで。最後についていたこの袋が、シュワシュワトッピングです。じゃあトッピングしてみます。このぐらい、うん、これシュワシュワするやつが入っとくか。はい、こんな感じです。見える？なんかここだけ取ってる。でもなんか食べた感触はなんかはい、さっきよりは。でもなんか舌触りがこれすごいいいね。なんかお餅みたいな、なんか舌触りがシュワシュワっていうか、なんかシュワシュワはせんね。これなんかなる？シュワシュワとかしびれる感じ。ちょっと入れようが足らんのかな、うん、もうちょっと入れてみる。これシュワシュワするやつなんかな。するやつ。でも何も書いてない。シュワシュワ確かに餅っぽさはある。うん、なんか餅っぽいよね、食感が。じゃあこの思いっきりいっぱいあのシュワシュワトッピング入ったとこ食べてみます。うん、確かにシュワシュワするけど、なんかすごい、なんかあの餅が勝つ。ここまでシュワシュワはしないけど、うん、うん、確かに口の中に入れたらシュワシュワしとる。なんか食感が面白いこれ、うん、なんかこの食感いいね。これなんかねるねるねるねよりももちもち、うん、なんかもちもちしとるこれ、うん。こっち何味だった結局？こっちソーダ味、青いのソーダ味。あ、そっか、ここ書いてあったね。マスカット味だった。すごい、もちもちしてます。うん、完食。全部食べました。そういった商品です。星何個これ？3、5あって3ぐらいだ。5個なの？5なの。じゃあ星3ついただきました。
舌触りはすごい良かったけど、うん、もし見かけたら買ってみてください。のびのびスライムの紹介でした。ありがとうございました。